ただいまよりオートメイト調教師通算1500勝達成セレモニーを行います。はじめにオートメイト調教師のこれまでをご紹介いたします。お生まれは北海道帯広市です。1999年4月17日に管理馬スーパーペガサスにて調教師デビュー、そして初勝利を挙げます。この年から2006年にスーパーペガサスで朝日王冠賞、帯広記念など10勝、20勝を挙げ、何より2003年から2006年の万栄記念にて史上初の4連覇を達成しました。2004年から2006年にはアンローズにて岩見沢記念を含む10勝5勝を達成。近年はミノルシャークで万栄グランプリなど10勝5勝をマークするなど、今までに10勝49勝を挙げております。昨年末12月28日の第10レースコーシュパハイジーが勝利し、通算1500勝を達成しました。万栄競馬調教師の1500勝達成は歴代10人目、現役では7人目となります。オートメイト調教師のこれまでの努力と栄誉を称えまして、主催者である帯広市より表彰状と花束が贈られます。滝沢仁志開催委員長お願いいたします。表彰状、調教師大友圭子様、あなたは万栄競馬調教師として開業以来万栄競馬一筋に日々競走馬の能力向上に全力を注ぎ、優秀な競走馬を数多く輩出され、令和4年12月28日第10競走で通算1500勝を達成されました。ここにその栄誉を称え表彰するとともに、万栄競馬を代表する調教師として今後の活躍を期待します。令和5年1月4日沖広市長米澤典久、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて花束が万栄振興課課長松川博明より贈られます。お願いします。皆様のおかげで万栄競馬
万栄十勝も今まで続けてこられました。どうもありがとうございます。これからも、まあ、末永く万栄十勝を応援してくれることを願っています。大友栄斗調教師でした。以上をもちまして大友栄斗調教師通算1500勝を達成するもの